歌わないと聞こえないんだよ。何言ってるかわかんないから頑張って大きい声で。それはでかすぎだ。ママのピアノも激しいじゃん。 K はさ単音でしょ。まあ、ママと弾けば和音になるけど、だからさーいーたーぐらいでいいんだけど、ママはさいっぱいさこうやって弾いてるからで歌わないと聞こえないんだよ。Thank you.
まゆるパパをのだぐうた甘い恋のぐうた声に君と踊ろうよ今宵も月の下で東京ブギウギリズムブギウギカパラズキズキワクワク正義の歌本当にこっちの声の方がいい？ねえ。ちょっと
げる。だって間違えちゃったんだよ。どう？今の声がいい？うん。あ、絶対もう一回弾かないで。なんで？次の曲行くね。あ、もうやだよ。何が？でかいんだもん声。大きい声で歌わないと全然聞こえないでしょ。鈴子さん頑張って歌わないと。でかいんだもん声が。じゃあ次はヘイヘイブギーです。やだやだやだ。やった。もっとでかい声だ。そうなの。とこれ食べたいな。声がいい？ねえ、これさ、もういっぱいすぎて飽きちゃった。え、ポケモン？違う。あ、スキジか？うん。いい、違うの書いてていいよ。ママ一個書いてあげる。100個ぐらいあるもん。Thank you.
ありがとう。ありがとう。どう？さっきの声がいい。だってさ、うん、お姉さんみたいだったよ。だから歌っちゃった？うん、歌のお姉さんみたいだった？声と、どっちがいい？お姉さんみたいな声。なんでああいう声なのって思うから、これはこの声はどう？
二つの画面が出ちゃった。うん。ジジイ。なんでよ。ここはこうしたここをしたら消えるんじゃないんだっけ。ここだ。こうやったら消えるんじゃん。消えた消えた。今日朝から私のお家は天夜は夜の騒ぎ。今日朝から私のお家は天夜は夜の騒ぎ。しようか本当に悩んでるんだよ。うん、そう、どっちの声がいいかなって。本物の声はおばさん、おばさんみたいな。おっさん顔の立ちがいません。あれさ、あれ
たらビリビリが起こるって。そうだよ。ナンバーが愛しから